続きまして、唐沢山神社による浦安の舞です。皆様こんにちは、唐沢山神社でございます。これよりご披露いたします浦安の舞は、1940年昭和15年に紀元2600年を奉祝いたしまして、昭和8年に昭和天皇がお読みになられました雨土の神にぞ祈る朝凪の海のごとくに波立たぬよう、この御歌に当時の宮内省学部長大野忠智氏により作曲振り付けがされ、11月10日10時に全国の神社で一斉にご奉納された舞でございます。以降伝承されてまいりましたが、現在ご奉納されている神社は少なくなってしまいました。浦安とは心が穏やかであるということを表します。日本書紀には日本の国は浦安国であるという記載がございます。浦安の舞には国が、そして世界が平和でありますようにとの願いが込められております。唐沢山神社では春の大祭4月25日には富士地区児童、秋の例大祭10月25日には土地元地区児童により79年の長きの間ご奉納されてまいりました。本日の舞姫は6年生青柳千乃さん、菊池さなさん、巫女5年生田村樹里さん、4年生中山千奈さんです。どうぞよろしくお願いをいたします。